先は昼近づく。サリバー We are Arash from Japan。 サリバーホーム小桜井か。サリバーホームサトシオのクラブ。サリバーホーム純松本クラブ。サリバーホームマサキアイバークラブ。サリバーホームカズナリニノミヤクラブ。先日の11月3日ですね、私たち20周年、迎えました。そこでも東京で記者会見をさせていただきましたけれども、今日は嵐の新たな試み、新たなチャレンジについて皆さんに、直接、お伝えしたく、ここバンコクまで、来ることとなりました。もうインスタグラムとか見て知ってるかもしれないけども、知ってるかもしれませんが、今朝はジャカルタ、先ほどシンガポール、そして今バンコク、この後台北に向かいます。今英語でも言いましたけれども、13年ぶりに皆さんに会えることになりましたので、今日はこの時間を楽しみながら大切に過ごしたいと思っております。皆さんお待たせしました。本日はよろしくお願いします。2006年以来ですね、どうも久しぶりです。僕たちのコンサートでも皆さん日本まで足を運んでくれているのも当然知ってましたし、僕はバンコクに友達がいるので、どれくらいこう嵐のことを応援してくれてるかっていうのをよく耳にしてました。今日は久しぶりの時間を楽しんでいきたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。どうも大野聡です。本当にこう2006年以来、嵐で、来ました。本当にね、なかなかこう5人でね、なかなか一緒に来れない中でも、その間でも、ずっと皆さん僕らのことをこうやって応援してくださって、その上で、20周年を無事に、迎えられた本当に皆さんに、感謝しています。いやこのね、2006年の時もこういうお花をいただいたなと思って、これもうバンコクらしいものだなと思って、なんかすごい懐かしく感じています。本日はお願いします。お久しぶりです、松本です。2006年の時いた人っているかな。お、マジ？これかい、また見さん、まだ僕はよ。ほう、嬉しい、ありがとう、そまち。本当に久しぶりに来れて嬉しく思ってます。前回来た時もすごく朝早くだったんですけども、すごく熱烈的な歓迎をしていただいたのを今でも覚えてます。また今日こうやって13年ぶりに来たんですが、これだけのたくさんの方に歓迎していただけていることをすごく嬉しく思ってます。今日はよろしくお願いします。皆さんこんにちは。どうも20周年を迎えました嵐の相葉雅紀です。タイは嵐でも揃ってきたこともありますし、個人的にも来たことあるし、その遊びにも来たことがあるし、そのすごく好きな国です。すごく印象的なのは、動物園の取材で来たんですけど、バンコクの街の中にそのデパートの屋上にすごい立派な動物園があって、ああ、かくじゃね、みそさん、ゆぼんだファーコンハンサムシンタヘンルンレクペあるよね、有名な、多分あそこでゴリラがめちゃくちゃ可愛かったんです。ゴリラは良かったんですよ。ゴリラのタイな。その時は一人だったので、こうやって20周年のタイミングで5人で来れてすごく光栄です。今日はよろしくお願いいたします。こんばんは。辻テレビの方で、いや本当にこう、嵐を通して、そのジャニーズ事務所のね、エンターテインメントを通してこう日本語を勉強してくれてる方がたくさんいるというのは、本当に13年前から、我々は、皆様から教えてもらえたし、そしてまた僕は13年ぶりに戻ってくることができてすごく嬉しいです。本当に、時間がねちょっと長く空いたかもしれませんけども、その分我々はしっかり大人になりました。なので、今回はねちょっと大人っぽい嵐を見せていこうと思っておりますが、どうぞよろしくお願いします。話し合いを重ねまして、我々が出した答えというのがより、嵐を身近に感じてもらいたい、そして、リアルタイムで僕たちの嵐の活動を知ってもらいたいということで、今回の SNS の解説に至りました。すいません、どうぞどうぞどうぞ。すいません、
ダチョウ倶楽部でしたね、すいません、はい、いや本当そのね、SNS を開設して解禁してから、皆様の反響を我々はしっかり受け取っております。本当にありがとうございます、SNS でしかできないようなですね、たくさん、企画も考えておりますので、今後の投稿も楽しみにしていただきたいと思っております。そして、アカウントはですね、まだわからないという方はこう JSTOM のホームページにリンクが貼ってありますので、ぜひチェックしてください、また音楽のしゃべりなさいよ。まだ音楽配信サービスのこともちょっとね、はい、触れておきたいと思います、2019年10月9日よりですね、先行配信しておりました嵐、ラブソースイートハッピネス、トゥルース、モンスター、この5曲に加えですね、デビューから2019年までリリースさせていただきました全シングル、これ64曲を11月3日に、音楽配信させていただいております。そしてですね、今まで CD として発売してきましたけども、今回このために制作しました初のデジタル配信シングル曲ターニングアップという楽曲が出来上がりました。新曲を合わせた全65曲、こちらをですね、各音楽配信会社より、全世界で配信スタートしております。今後も新しいコンテンツをどんどんアップしていくので、そちらの方も楽しみにしててください。そして、配信を始める理由としましては大きく2つあります。一つは僕らの音楽をいつでも皆さんに聴いてもらえるようにしたい。そうすることでですね、僕らが活動休止している間もファンの皆さんが寂しい思いをせずに楽しんでほしいという思いからです。またもう一つは全世界で音楽を聴いてもらえる環境になるということはですね、自分たちのエンターテインメントを世界中に届けられるというふうに思っています。それはですね、先日亡くなったうちの事務所の創設者であるジャニーさんの夢でもありました。そして、ジャニーズはですね、僕らだけじゃなく素晴らしい先輩後輩がたくさんいます。僕らは期限が決まっています。だからこそできるチャレンジがあると思っています。僕らがやってみることで得る経験をですね、ジャニーズに還元することが僕らが20年間ずっとお世話になってきた恩返しにつながるんではないかなと思っています。手探りにはなりますが、新しいチャレンジをですね、ぜひファンの皆さんと一緒に楽しんでいけたらと思っているんで、よろしくお願いします。今日と明日をかけて、ジャカルタ、シンガポール、バンコク、台北、この4つの都市を回っていきます。まあ、僕の個人的な印象ですけど、タイの皆さん本当にずっと待っててくれていた印象です。プライベートで15年前ぐらいにワットプラケオに行った時に、ある種のファンの方々に会って、みんなコンサートグッズとか持ってくれてたんですね。なのでやっとここ、バンコクに足を運ぶことができてよかったですし、何より皆さん本当にお待たせしました。そしてですね、ライブも決定いたしました。来年の5月15日と16日、2日間にわたってやります。場所はですね、国立競技場、知ってはい、ここに競技場でやりますけど、まあ、僕たちも、初めてやったのが、2008年が初めてなんです。そこから、改修工事に入る前までの6年間を、ずっとやらせていただきました。なのでやっぱ僕たちも非常に思い入れが強い場所です。そして来年、東京オリンピック・パラリンピックが、開催されます。その開催前に、僕らが、新しく生まれ変わった、国立競技場で、コンサートをやれることを非常に、楽しみにしています。詳細決まり次第、皆さんに、お知らせしたいと思うので、ぜひ、楽しみにしていてください。そして来年の春、北京での、コンサートも決定しました。中国でのライブは2008年のアラウンドアジア以来になります。10年ちょっとぶりになります。その間もですね、日本でコンサートをやるたびに、アジア各国から、たくさんの方々が日本に足を運んでくれています。本当にどうもありがとうございます。今回のその北京での公演に、またそのアジア各国からたくさんの方たちに集まっていただきたいと思っていますので、ぜひ皆さん、楽しい思い出を作りましょう。それがですね、日本のエンターテインメント、ジャニーズに触れるきっかけになってもらえたらと思っておりますので、皆さんどうかよろしくお願いします。改めまして、20年間、僕ら嵐として、走り続けてこれたのは本当に、皆さんの、支えがあってからこそだと思っております。これからの約1年はですね、新たな、チャレンジだと思っています。そのチャレンジをですね、皆さんと共に、歩んでいきたいと思っているので、これからもよろしくお願いします。ルンソンさん、あと
マイペンライマイペンライマイペンライいきます。ファイヤーヤーン。ファイヤーヤーン13年ぶりのやらせていただきました。僕はもう本当に今一番僕が大好きなものです。トムヤムくん。コーシアンノイクラブ。コーシアンノイクラブ。めちゃくちゃすごいけど。じゃあ、綾さん、はい、サウタイナラクワークラブ。ものすごい。サウタイナラクマラクナラクナラクマラク。ちょっと違う。聞いてるけど伝わってる伝わってる。あの前回2006年に僕らがお邪魔した時はですね、あのフレンドシップコンサートっていうのをやる予定だったんですよ。なんだけど結果的にあのできなくなってしまったんで、その皆さんにご挨拶に来ることはできたんだけど、そこからまた自分たち5人で来ることはかなってなかったので、まあ、13年かかってしまいましたけど、このタイミングで皆さんとこうやって直接会ってご挨拶できたことをとても嬉しく思ってます。あすごい朝早かったんですけど、あ早かった、すごい、あの本当にたくさんの方々に来ていただいて、あのみんなね、あの黄色いあの服を上にまとってっていうのはすごい。ましたね。え、黄色だったんですか。黄色い、あのなんだろう、黄色いものを身につけて、そういう日だっていう、はいはい、で、会場に着いて、あの 朝一番最初にトムヤックを食べました。僕はちなみにあの13年前はあのパクチーが食べられなかったんですけど、最近パクチーが食べられるようになったんで、なんでぜひともあの美味しいトムヤムクンの作り方を皆さんに教わりたいと思って、あの SNS でぜひ教えてください。ずっと練習してた、はい、サウタイナラマクラが通じて嬉しいですよ。はい、ギリギリまでね練習してます。Thank you.